ミルキーは、藤花が1951年から発売している、キャンディ、およびその関連商品のブランド名である。北海道産の牛乳を使ったミルク味でのソフトキャンディで、ミルキーはママの味というキャッチフレーズとパッケージに大きくプリントされた、ペコちゃんの絵が特徴である。ペコちゃんはもともとは本商品のみのキャラクターだったが、後に藤花全体のマスコットキャラクターとなった。 なお本商品を含むミルキーブランドで用いられているペコちゃんと他の富士化製品などで用いられているものとは多少違いがある。詳しくはペコちゃんを参照のこと。かつてはおまけ付きの大箱が人気を集めたが、1990年代に生産停止となり、2010年の時点で 120g 入りのミルキー袋が最も販売数が多くなっている。 通常のミルキーの約1.7個分の大きさの大玉ミルキーが入っていることがあり、包み紙にはペコちゃんとドッグの絵がプリントされている。大玉ミルキーのみを詰め合わせたものも発売されている。稀に包み紙の絵柄が4つ用のクローバーになっているものもあり、ラッキーアイテムとされている。また、7粒ミルキー箱の上蓋の裏面に5つまたは1つのハートマークが印刷されている場合があり、 この上蓋をハート5つの場合は1枚、ハート1つの場合は5枚集めて応募すると、ペコちゃん秘密の宝箱をもらうことができる。キャンディ以外にもミルキー風味のクリームを用いた、ミルキーチョコレートや、ミルキークランチクッキー、ミルキードリンクや、ミルキーアイスなどの派生商品も販売されている。また富士海洋菓子店では、ミルキークリームをロールケーキの中に入れた、ミルキークリームロールや、 生キャラメル状の生ミルキーなどが販売されている。このほか、藤家の親会社である山崎製パンからミルキー風味のランチパックやクリームパンなども発売されている。藤家の創業者、藤井林エモンが繊細で焼け残ったボイラー1機で生産していた水飴と練乳を組み合わせて菓子が作れないかと試行錯誤し誕生した。母親が安心して幼児に与えられるお菓子を発送の 原点としていた。発売当時の価格は7個入りの小箱が10円、24個入りの取っ手付きの大箱が50円だった。原料代は高価だったものの、自動向けであることから、低めの価格設定だった。当初は、ジョッキーという商品名だったが、電流を使用していることから、ミルキーに改名された。1950年代から1960年代は、大箱入りのものは、 ペッコちゃんの目の部分が樹脂製カバーで作られ、黒目が箱と共に動いた。1970年代に入ると目は印刷になる。大箱は生産停止となった後も時折、復刻生産が行われている。また缶入りのものや棒状のペッコちゃんバーが発売されていた時期もあった。2001年から期間限定でミルク味以外のミルキーも作られるようになった。ありがとうございます。